なあ、ドイツを外せばドイツが来る。いやだって、いやだよ、やっぱ点差がね、点差だけにね、確実に逆転する手を作ってますよね、太郎は。裏期待とか言ってられません、言ってられませんからね。ドリブンザマイナス600間近というところ、年をまたいで直近18試合トップがありません。18試合ですか。17ですね、失礼しました。18試合ですか。8戦ぶりのトップを目指しています。17戦トップなし。これで種は揃ったぞ。そうですね、うん、ドイツを急走トントンとドイツ外しを続けている。水原もタンヤオにした。はい、白鳥行って進んだ。リーズもナンドラか、何切っちゃう手もあるね。リーズもタンヤオドラ1 で、はい、タンヤオ系に行くもありますね。まだどちらも考えているか。いいの入ったね。ヒサトが来るぞ。いいの入ったね。うわ、なんだこりゃ。高いね、形を作って、はい、ドラ受けを固定させる。これだと久と間に合うね。間に合っちゃいますね。3番手で親番を迎えた久と、ここから一気に来るか。いや、夏もばっかり来ますね太郎。うん、本当なんかね、意地悪されてる感じね。はい、スムーズに打牌を選んでいく水原。水原は僅差の競り合いに勝ち続けている今シーズンです。いやだ、いや、どっち頭にするんだ、するんだろう。ローソーか今決めなきゃいけませんね。バーソー切ってローソーか。はい、二刺しもあるもんね。3万、え、絞り込んでいきましたね。マンズを一組にするってことですか。そうみたいですね。ソースピンズがちょっと選びきれないっていう感じですかね。ドラ来た。これは嬉しいけど、まだまだ道のりは遠い。動くのは水原です。数万落ちしてタンヤワカのイーシャンテン。上がればもちろんトップでゴールの水原。ヒサトのテンパイはいつだ。赤ウーマン、太郎がチーしていきます。タンヤオドラーカ3900ですと、白鳥や久渡から上がった場合は着順変わりません。積もるか水原からの直撃で逆転。追われる水原、追う太郎、2人が現在イーシャンテン。久渡ね、あ、ドラ来ました。白鳥これで満貫を積もりたい白鳥です。ヒサトと19,000点差。もうパーソー切れるか。リーズもなん、ドラドラ、あるいはドラをポンしてのなんドラさん。え、あ、ドラポンしたらタンヤオドラさんになりそうだけど、うーん、あ、そうですね、うん、パーソー切りになりました。白鳥シャンテン、ナンが出た。泣けないですね。ナンドラドラのテンパになってしまいますもんね。赤ウーマンでも積もらない限り着手は変わらない。2枚目は泣かない。残酷物語、これでナンナンですね。ランを切ることになりそうですね。イーピン3枚切れてるけども仕方ないもんね。シャンポンでリーチ行くわけにいかないでしょう。ドラツモにかける、それが難しいもんね、選択としては。やっぱなんでしょうこれは、になりそうですけどね。さあ白鳥の選択です。ランが今2枚場に切られてしまったところ、このままテンパイを取るとランは山には残っていない。やはりランを外していきます。イーシャンテンです。いやー、久渡がイーシャンテンでピタリと止まっている間に他3社がどうなる。数万、あ、チーだ、水原チーだ。関老僧のテンパイが入ります。太郎が2枚、白鳥が1枚持っていて、山には1枚残りの関老僧。ここで久渡がテンパイするのか泣いたらみたいな、そういうやつですか。ストーリー的にはここでリーチが来るのか。来ません、来ないの。まだでした。先
に天杯が入ったのは逃げたい水原、現在トップ目。あと1枚です。サブローソンになった。サブローソンに変わる。あ、これだとない、同じだ枚数。3走はないです。ないんだ。ただ久里にイースソ入ると、ね、はい、あ、天杯ウーピンチーピン闇か。あ、でも109なんで直撃変わらないんですよ。あ、じゃあリーチか。積もり専門になってしまうので、じゃあリーチ5200直撃は変わりません。もちろんドラが出れば OK ですが、カーリーチだね。仕方ないもんね、イーピン3枚出ちゃってるから。うーん、変化がなかなかないんで。そうですね、嬉しい変化は、まあ、スーピンに引いたりとか。もう順目がない、順目がね足りないし。そうですね、もう捨て牌は3段目です。ああ、我慢した。これででもウーピン積もればいいんだ。はい、あ、出ちゃった出ちゃった。あ、出なかった。あ、出なかった。気に気にしない乱走切り、繊細な秘策。賢いね、ひさと。ここストレートに3走切ってピンフのテンパイにしていると、水原へ打ち上げるところでした。そして太郎にもテンパイが入る。太郎はローソーとスーピンのシャンポン待ち。親リーチが入ったところです。乱走切りのリーチ、チーソーは通っていません。水原どうする。ローソーあるね。ローソーある。ローソーは、変わってないですね。1枚残ってます。リャンパーピンだってヤングパーピン強いですかね、やっぱり 1,2,3,4,5,6,7。 あ、意外とないかも。パーピン0 ウーピン1、リャンピン2。でも3枚ですね。3枚が一番強い今のところねそうです。白鳥も1枚、太郎はローソー1枚ですよね。 2人とも1枚ね。はい、これは連想かな。水原としては太郎とは天杯能天でも変わらない点差ですが、まあ、流局したら久里が天杯ということは分かっているので、久里に打つわけにはいかないですね。はい、現物リアンソー。相手がリーチときたんですね。これで5200直撃でも OK になった白鳥です。チーマンは久里の現物、仕掛けてきた太郎がどうか。ここでリーチに行きます。いや、ここで積もる。4000久里が一気に来ました。何点 ?6000、はい、6000ある。え、いえ、4000ですね。あ、4000、はい、リーチ積も赤ドラですね。